税理士士不動産鑑定士の三原芳人です、えー、今日は昨年お話しした賃貸不動産による相続税対策に黄色信号化というのをやらせていただいたんですが、えー、これの続報という形でお話をさせていただきます。というのが前回は高裁の判決まで出ておったんですがこれが上告中ということでこの最高裁の判例が4月の19日出ておりますので。 その話を中心にお話しさせていただきたいと思います。それでは早速入りたいと思います。去年あのお話しさせていただいた内容でもありますが事案の概要をもう一度簡単にご説明させていただきます。えー、平成21年1月に高不動産をこの非相続人は購入されておられます。8億3700万のもの。銀行借入金がそのうちの6億3000万ということでございます。さらには同じ年の12月 オツ不動産を購入されております5億5000万円このうち銀行借入金が3億7800万ということでございますそれの約3年後24年の平成24年の6月に相続が開始しておりますということで相続での申告をしたわけですがこの申告額がいわゆる財産評価基本通達というのを使って評価しておりますその金額が 高不動産は2億えこれは先ほどの購入額の約24%ぐらいになりますそれから乙不動産は1億3300万購入額の24%同じく24%ということでございますこれの評価額で申告をされておられますということで申告についてはこの下取得財産の額は9億7000万一方お先ほどお話ししたように銀行の借入金と 債務がありますので、これが九億九千万ということで相続税額はゼロという申告をされておられます。えー、さらにこの相続開始から十ヶ月が申告期限なんですが、その十ヶ月も経たない前にこの落つ不動産の方を売却されております。これが五億一千五百万ということで購入額よりまあ若干低い額で売却されております。 一方公不動産の方は相続税の調査時点まではまだ売却はされていないと思ったままだということでございますがこれについて税務署の方は公正決定をしておりますでまあ簡単に言えばその評価通達による評価額2億1億3000万強というのは安すぎるということで不動産鑑定評価額で評価すべきだということで税務署の方で不動産鑑定評価を取って 交不動産については7億5,400万円おつ不動産については5億1,900万円ということでそれぞれ購入額の9 0 9 5 3で構成決定しております。ということでこれによって計算をし直すと取得財産は18億5,000万円とそして債務等は同じく9億9,000万円ですのでこれによる相続税額は2億8,000万円ということで 更には、えー、過少申告加算税ということで4200万、まあ、余分に課税,されて課税されたわけです。でこれについて裁判所の方に訴えたわけですが裁判所の判断は納税者というこれはこの「高おつ」各不動産の購入およびこれにかかる借り入れがなければ課税価格は約6億だったわけですね。 それがこの購入および借り入れによって先ほど見た通り相続税額がゼロということになったわけでございますまあこれはやりすぎだろうというような判決でございますさらにはこの銀行借り入れについてその銀行に貸し出しの臨理書調べに行ったということでこれによると相続税の負担を減じまたは免れさせるものであることを知りかつ それを期待してあえてそれらを企画して実行したということが書いてあるということでございます。まあ、相続税対策ででやったとととといいいううここ書いてあるということでそれから以上に見た事実関係のとではこの評価通達による評価という形式的な平等を貫くと他の納税者との間でかえって租税負担の自主的な公平を著しく害するということで。 評価通達による評価方法以外の評価方法まあ今回で言えば不動産鑑定評価額によって評価することが許されると地裁の判決が出たわけでございます。納税者敗訴ということでございます。でこれについて公債控訴されたわけですが公債でも地裁の判決が維持されたということでございます。前回はそこまでが出ておりましたがそれが上告されて上告受理されて今回4月19日。 最高裁第3章法廷で判決が出ておりますでこれ実は先,先月15日に口頭弁論が開かれたわけですね。えー、ということで口頭弁論が開かれた場合には高、えー、裁判決が覆るような見直されるような場合がよくあるということで、えー、覆るのではないかとかまた具体的な判断基準が示されるのではないかまたは示されていないとして 交際に差し戻されるんじゃないかという我々から見れば期待されたわけですが、えー、結果は納税者敗訴の判決が出ております。これについて少しご説明を申し上げたいと思います。しかし、えっとこの判決自体はですね、地裁の判決をコピペしたんじゃないかというような内容で、あまり特別にご説明するところがないということで。 ございま,すまあ,あそんなことを最高裁の判決について、えー、言ってはいけないのかもしれませんがまあ,あ内容について少し見ていきますと、えーまあ、評価通達による評価これを上回る評価っていうのはあ認められるのか今回税務署がやったようにこれを上回る評価っていうのは、まあ、していいのかどうかというところをまず最高裁はあ 言っておりますで税後上の一般原則として平等原則があるんだから評価通達によって評価すべきというふうに国税は言ってるんだからそれで評価すべきそれが平等というものだということはコさんも認めておるわけでございます。したがって、えー、課税庁があ,そのある特定の社のみに評価通達による評価を使えないと上回る評価をしたと。 ということであれば平等原則に違反するということは言えると原則を述べているんですがその下最もこの評価通達の定めの方法による確実的な評価を行うことが実質的な袖負担の公平に反するというべき事情がある場合には合理的な理由があると認められるから認められるんだと平等原則に違反するものではないと。 という例えう、まあ、で,ございますでこの上で本件事例を見てみると本件の,その通達での評価額と本件の観点評価額ですね、まあ、観点評価額が今回は時価という位置づけになっておりますがこの間には大きな乖離があるということを言っております。 先ほど見ていいいたただり大きな乖離がございますしかしこれだけをもって実質的な税負担の公平に反するというべき事情があるというわけではないと西郷さんも言っているわけです。乖離が大きいからだから評価通達は使えないということではないんだとこの下最もですがもも本件購入借り入れが行われなければ 本件相続にかかる家庭価格の合計価格が6億円を超えるものであったにもかかわらずこれが行われたことにより本件不動産の価格を評価通達により評価すると相続税額がゼロ円になるというのであるから相続人の相続税負担は著しく軽減されることになったということを認定しているわけでございます。まさににゼロ円なっているわけですから かななり経験されたとといいいうことは間違いないわけでございます、えー、そして、えー、非相続人および相続人は、えー、本件購入借り入れが近い将来発生することが予想される非相続人の相続において相続人の相続税の負担を減じまたは免れさせるものであることを知ってかつこれを期待して、えー、本件購入 張り入れを企画しして実行したものであるつまり、えー、租税負担の軽減を意図してこれを行ったものであるということも認定しておるわけでございます、えー、もちろんおそのためにやったわけですからあそ,あのそれを認定するのは当たり前だと思いますし、えー、相続人たちもそれを意図してやったわけですね、えー、さらにそうするとお本件 購入借り入れのような行為をせずまたはすることのできない他の納税者との間では安価しがたい不均衡が生じると、えー、まあそういったあ相続税対策をできない相続人との間で、えー、大きな不均衡が生じるじゃないかと見逃すことができない不均衡が生じるじゃないかということを言っておるわけですででこれらが 実質的な総税負担の公平に反するというべき事情にあたるというふうに言った上で従って今回評価通達により評価した価格を上回る価格つまり不動産鑑定評価額による公正決定は平等原則には反しないということで国税を支持したわけでございます。 判決要請はもう一度簡単に言うと自家と相続税評価額の差額の大きさだけで判断はされないけれども相続税の負担が著しく軽減されかつこれを意図して行われた結果他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じる場合これは評価通達による評価を上回る評価が認められるんだと。 といいうことを言っておるわけでございますただこれは先ほど申し上げたように地裁の判決のほぼそのままということでございまして我々が期待した具体的な基準判断基準、まあ、納税者配送の可能性は十分あったわけですが何らかの具体的な判断基準はが示されるんじゃないかまたは差し戻しで示せというんではないかというふうに我々は期待したわけですが。 判断記事は示されなかったわけです、まあ、我々が期待したのは一つは時価、まあ、購入額と言っていいかもしれませんがと相続税評価額との差額がどのぐらいある場合を著しいと言って,言ってるのかどうかまたは相続税の圧縮額で見てるのかどうかそれもどのぐらい圧縮した場合には著しいというのか。 ということをが何らかの判断記事が示されるかということだったんですが示されなかった。さらにはポイント2で購入時期どのぐらい相続よりどのぐらい前に購入したものであれば問題ないのかということさらには相続後に売却する売却した場合に相続開始後どのぐらいで売却したものなら問題ないのかということ。 これらについても一切判断基準は示されなかったわけでございます。したがって例えばこの案件が私のところに相続の申告をしてくれと言った場合にうん納税者にリスクが高いので鑑定評価をわざわざお金を出して取ってそしてこの時間で申告しましょうと言って説得できるかどうかというなかなか難しい局面 になるんではなかろうかというふうに考えるとちょっと今後この件についてどう考えればいいのかまあ今からいろんな形でいろんな意見が出てくると思いますのでそれを注視していかなければいけないということでございます。それにつけても相続税対策だけで不動産購入をしない。 い、えー、いうううこことととが大切ななでではかかろうかということでございますつまり経済合理性に合ったつまり収益性の高い物件を購入すべきで毎日相続税対策相続税対策にならなかったとしても物件購入で十分利益が出るような形で不動産を選別するとまたは選別する ために良、まあ、い,い不動産コロナルタントとお付き合いするということがより必要になってきたということだけは言えるんではなかろうかと思いますまあこれについてはまたいろんな形で先ほど申し上げたように意見が出てくると思いますのでこれについてまたお話しする機会があればと思っております、えー、本日はありがとうございました はい、2022年5月14日15日とです、ね、2日間にわたりです、ね、弊社 c f ネッ t 不動産フェアを開催いたします不動産フェアではです、ね、1日目がです、ね、新着物件説明会をいたしまして物件のご紹介をさせていただきます。 ぜひですね皆さん奮、えー、ってご参加の方をお待ちしておりますこんにちは AM1 ルームチーム宮下と申します PM 事業部に2年間所属しており4月から AM1 ルームチームに配属となりました、えー、今回のフェアは私にとって初めての参加となります PM 事業部で培った経験を活かしいい物件を仕入れご紹介できるように頑張ります当日よろしくお願いいたします 僕はですね、えー、c f n e t フェアに向け物件を仕入れ担当してやらせていただいてます掘り出し物のお宝物件ご紹介できるように頑張りますはいまたですね、えー、投資家さんをお呼びしましてオーナーズボイスそちらもですねお楽しみいただけますのでぜひご覧ください、えー、5月14日土曜日ですねこちら新着物件説明会こちら投資分析付きのものとなっております区分ワンルームのみならずですね一等ものもご紹介させていただきます さらに次の日ですね5月15日こちらはですねさまざまなです、ね、コンサルタント陣がセミナーを開催いたしますぜひご参加ください、えー、今回のネッ t s f a はですね5月14日15日2日間にわたってですね新着物件説明会だったりとかですねセミナーを行いますご参加にはですね事前申し込みが必要になりますので弊社ホームページからですね当日まで忘れずにですねぜひお申し込みくださいそれではですね皆様のご参加の方をお待ちしております